皆さんこんにちは。 Do It Yourself Inspiration へようこそ。このビデオでは皆さんに手作りのリップクリームをご紹介します。今回のものは特別なリップクリームです。用意するものはオリーブオイル、蜜蝋、薬局などで買うことができます。ココアバター、小さな板状のものです。またスプーンとお皿、この中で混ぜます。こちらはリップクリームを入れる小さな容器。皆さんのお好みに合わせて香料も入れてください。今回の匂いはイチゴです。化粧品などに入れて良い香料をお使いください。また特に決まったものはありませんが、フェイスパウダーも用意してください。今回使うものは少し金色っぽいフェイスパウダーを使います。まずはスプーン1杯分のココアバターをお皿に入れます。次にスプーン1杯分の蜜蝋を一緒に加えます。スプーン2杯分のオリーブオイルを加えます。それでは慎重に電子レンジで温めます。すべて溶けました。だいたい2分程度電子レンジで温めます。それでは溶けた後に香料を 2、3 滴加えます。それではフェイスパウダーです。ブラシなどでこすってフェイスパウダーを中に入れます。スプーンでよく混ぜてください。少し茶色がかった色になっています。それではスプーンでリップクリームの容器に均等に分けていきます。慎重に入れていきます。その後はしっかり固まるまで待ってください。だいたい冷蔵庫に入れるとすぐに固まりやすくなります。その後はすぐにリップクリームとして使うことができます。固まった後はこのようになっています。また容器には少しステッカーなどを貼ってこのようにデコレーションをつけるといいと思います。指などでこするときれいに取れて、肌に塗るととても伸びます。フェイスパウダーを入れているので少し光っています。フェイスパウダーの色によってリップクリームの色も変わるので、皆さんのお好きな色で試してみてください。いかがでしたでしょうか。今回のアイデアを気に入っていただけたら、ぜひいいねを押してください。また皆さんのご意見、ご感想、新しいアイデアもお待ちしております。下のコメント欄へぜひお書きください。チャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんのお友達にもこのビデオをご紹介してあげてください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。